おぼろ天璋院首領にして奈落最強の教主、まさかあの男まで出張っていたなんて。張り切ってたよろず屋は経血を毒針で疲れて動けなくなってる。最初から足手まといだし、どうでもいいけど、とにかく私は襲ってくる奴らを斬る、それだけ。おいおい待て待て待て、斬るそれだけじゃねえだろ。ちゃんと金さんのことを守れよ、そういうミッションなんだから。知らない、別に死のうが生きようがどうでもいい。まずあなたを斬って、それから敵を全部斬ることにする。待て、それミッション開始直後に失敗だから。ああ、ここに新選組の連中が持っとったドーナツの残りがあるんじゃが、銀時をちゃんと守ったらこれをやる。ホンテリング、やれやれ。ホンテリング、貴様もか。黙って寝とれ、脳みそまで砂糖漬けか。すいません、夜遅くにこんなところで何やってるのかな。失礼ですが、免許証を見せてもらえますか。こんばんは。おまわりさんです。てめえ遅い。申し訳ありませんね、信目さん。局長の不在の間、よくぞ一人で任務を全うしてくれました。坂田さんの方もうちの信目がお世話になったようで、どうやら大きな借りができてしまったようですね。足手まといだった。仕方ありませんよ、信目さん。彼らは私たちエリートと違って凡人ですから。しかしその様子ではもう本当に役に立ちそうにありませんね。坂田さん、あなたはもう使えないゴミです。貴様銀時、しっかりしなし。おい銀時、主、これは活性の経絡です。しばらくしびれは取れないでしょうが、少しは動けるでしょう。血清も仕込んであります。エリートに抜かりはありませんから、これで貸し借りはなしってことで、さっさと凡人たちのところへ帰りなさい。冗談よしやがれ。こんだけ返却遅れて延滞料金の一つもなしか。から、またたかりですか。望みは。将軍の首。やれやれ、延滞料金にしては随分と高くついたものですね。いや、安い首さ。見回り組に次ぐ。これより全てのエリートはあの凡人の援護に回りなさい。エリートの威信にかけて何人たりとも上へ上げてはなりませんよ。その体では無理と言っても行くのじゃろ。ならばわっちも行く。約束は破らせぬぞ。埋蔵も主もな。最後の仕上げね。おいしいところだけ持っていかせない。ドーナツは最後の一口がおいしいの。